こんばんは、平井博明です。今回はですね、スイングを大きくする。まあ大きいとよく飛ぶって言うんですけど、スイングを大きくすることを、まあ勘違いして、こう、違う大きいスイングとして、まあダメな方にスイングを大きくしちゃってる方が、ちょっと最近目立ちました。ので、ちょっとこの動画を撮っていこうと思うんですけども、まあ、その理由としまして、スイングを大きくすると、いい大きいスイング、ちゃんと大きくできた時には、ご褒美として飛距離が出たり、球の高さが出たり、まあ、スイングスピードが速くなったりとかするんですけど、ダメな方のスイングを大きくしちゃった時っていうのは、例えば、一番多いのは振り遅れ、キーピン、ダフリ、これがもうめちゃくちゃ多いんですよ。で、そのミスを打ってる方がやっぱ多かったので、ちょっと今回この動画を撮りたいと思って、撮っていこうかなと思ってます。平井博明のワンナップゴルフ。結構みんな大きくしたいものが。一回もやったことあるんじゃないのかな。スイングを大きくしようとか、スイングを大きくしなさいって言われてやったりとか、必ず一回は耳にしたことあるかもしれない。俺も実際ジュニアの時相当言われたしね、スイングを大きくしろ大きくしろって。あ、そうなんだ、うん、大きくするってじゃあどういうことなのかってことだよね。教えて、感覚先生。体から遠いところを、要はスイングアークをこうやって大きくするってことなのね。スイングを大きくするって、はいはいはい、うん、で、これがコンパクトスイング、ちっちゃく振る、はい、うん、ヘッドが自分から遠いか近いか、うんうんうん、とヘッドが遠ければスイングアークが大きいですよねっていうこと、うん、それをやりなさいってよく言う、うん、要はアークが大きければ飛ぶからね。あ、スピードも増すし、うん、だけどこうクラブを制御できない、遠いとね、うん、近い方が制御できる、だから、まあ、コントロールはしやすい、うん、遠いと飛ぶけども制御できないからコントロールはしづらいですよっていうことなんだけど、うん、まあ、それをうまくできてれば、まあ、両方できる、うん、だけどね、まあ、その動画をちょっと撮りたいなと思って。で、まず、その、ダメな方のスイングを大きくするっていうのは、大きくしようとしたら、もちろんこうやっていくじゃない。うん、その時に軸も一緒に行くの。はいはいはい。こうやって。これがダメな方。うん、自分はこのまんまで、一番遠くにこうやっていくのが、スイングアークを大きくしてる。もしくは、下が止まった、上半身の捻転で遠いところにこうやって回すことがいい回転の仕方なんだけど、これがもちろん引けたりとかずれたりとかして大きくなってる、うん、そしたら戻さなきゃいけないこと、戻らなきゃいけないことをやらなきゃいけない。そうするともう飛ばせないし、インパクトには戻らない。だからその上げ方、もちろんこっちのフォロースルーもそうなんだけど、大きくしようとして一緒についてっちゃったり、左引っ掛けます、うん、で、このまんま行ったものが戻らなかったらダフります、うん、そういうことがスイングを大きくするときに軸がブレると起きますよってこと。そうだ、これがね、すごく注意してもらいたいポイントなんだよね。ただ言ってもその上半身が回転してたら勝手にスイングアークっていうのは大きくなるよね、うん、だからあんまりこうこうやって行こうとしなくて全然良くて、うん、普通にこうやって腕が軽く伸びた状態でこうやって振ってたら全然スイングアークっていうのは大きくなる。だからあんまりその深く意識はしてもらいたくないんだよね。もうほんとごくごく普通のヘッドとの距離をこうやってキープできてたら飛距離っていうのは十分出せるんで、うん、だからあんまり大きくしすぎても逆に飛ばせなくなって振れなくなっちゃうんで、あのしっかりとクラブが振れる、最大限のスピードで振れる距離を保って体の周りをクラブが動くイメージで振ってあげるとちゃんと飛距離も出せるし、あのコントロール性も良くなるので、そのイメージでやってもらいたいですね、スイングを大きくする場合は。それはレッスンで今までスイングを大きくしてくださいって教えたことあるの？ない。なさそうだよね。ない。一回もないかもしれない。それ聞いてて、ね、ないんだろうなと思って。ああ、だからなんでこれ今回このお題に取ろうと思ったかっていうと、うんうん、すごいね、大きくしようとしてる仕草がこう目立つ方がやっぱこうちょっと多かったね、最近、うんうんうん、それで、あー、何意識されてますかって言ったら、
スイングちっちゃくならないようにとか、スイング大きくしようとしてるって言うから、大きくすることはいいことですけど、その大きくするやり方がちょっと合ってる合ってないじゃないんだけど、まあ良くないやり方をやってるんで、まあ動画にしてみようと思って。それはさ、大きくしないようにそういう人たちは振ったらさ、その悪いのは出ないのかな？大きくしようとしてた時に大きくしなくていいですよって言うと、ミスは出ないんだよね、ほとんど。そもそもそれ知らなくて、ちっちゃくなっちゃってる人、こうやって。手が小さい。それはもちろん良くない。そうだよね。そう。だからそんなに悪いことはないんだけど、動画見たりとか、プロのスイング見ると、プロってめちゃくちゃスイングがでかいからね。だからそれをやろうと思っちゃうことがやっぱ多いよね。まあ、女子なんかでもすごいやっぱでかいし、それはそういう見え方っていうのもあるし、あの持ってる使ってるクラブの長さにもよるんで、一概にこうスイングが大きいかどうかは分からない。測ってないし。ああ、そっか。ちなみに自慢していい？俺はダウンスイングのここがすごく綺麗なのね、俺。ここが、だから長尺に見えるんだよね。ここの時。あ、綺麗だから？そう。残像が縦にこうやって一本分しかこうやって。ああ、なるほどね。こういう残像じゃないじゃん。こういう残像だから、ここのダウンスイングのシャフトが俺は長く見える。以上。だからそれだけでも、スイングアップ大きく見えるのね。そうだ、そういうのが関係してくるから、絶対この人は大きいから大きくしようとかって思わなくていいの。まずは自分のスイングをすることが大事で、黙って言ったらどう振るのかっていうのを知らなきゃだめね。それがね、すごく大事です。無理に大きくしなくていいってことで。そう、しなくていいです。軸あっての、軸からヘッドがどれぐらい遠いかだから、言ったら別に大きくなってないからね。あ、本当だ。そうだね。ね。そこの距離が変わらなくなっちゃうね。そう、変わらない。だから、軸が止まって、しっかり遠い位置を振れてれば問題ないので、まあそれ遠すぎたら本当、やっぱ力入んなくて振れないじゃないですか。なんで、遠すぎず、自分の振りやすいところでまず振ってみることが大事ですよね。でもなんか近いとダメだっていう動画も撮ってるよね。ボールと近いとか、それは。そう、まあ、クラブもそうだし、ボールももちろんそうなんだけど、あんまり近いと、今度、引いちゃったりね、するから、こう、しっかりこう、バーって伸ばしていけなくなっちゃう。あれ、なんか遠くに立って打つみたいなのもやったよね。フェアウェイ。そう、これね。そう。これはだから、遠くに立つとヘッドが動きますよっていう、ことだから。何あって。そう。それやったね。やった。それとなんか大きくしたいは違う。似てる。ヘッドを動かすために、やっぱり大きくするとヘッドを動かすようになるからね。こうやって。こうやって。あ、じゃあ大きくしたい人はさ、立つ距離もちょっと遠くしてんのかな？ボールとの距離を変えないで、スイングだけ大きくしようとすると、ダメだ。なんないなと思って。ちゃんと遠くに立たなきゃダメだ。そうだよね。遠いものを触ろうとすると張り感ってなくなる。こうやってやったらさ、プラプラなっちゃうんだよね。でも近いものってさ、こうやってガチガチできるじゃない。そう、だから、張り感を持たせたいんだったら近い方が良くて、だから俺は遠くて張り感を出していかないとダメなタイプなんだよね。遠いから。だから、遠いってこう柔らかく使いたくなるんだけど、そうするとこう余計にこう戻んなくなったりもする。まあ、張り感出したいか、こう柔軟性で打ちたいかにもよるんだけどね。あ、そうなんだ。まあ、一般的に言われてるのは、遠ければ柔らかく使った方が良くて、近ければ硬く使った方がいい。これも一般論ね。一般論。だからやるんだったら、今の一般論を試した方がいい。俺みたいな変態イレギュラーは、遠いのに張り感みたいな、逆なんだ。それはでもそれでいいんだね。全然いい。そういう、まあ、組み合わせなんかもあるんで、いろいろ。まあ練習場で試してみたわけですね。まあ、今回はですね、オーバースイングとは関係ないんですけど、まあスイングを大きくしたい飛距離のために、その時に、まあ軸がブレちゃう方っていうのが多かったので、まあそれ気をつけてくださいっていう動画を撮っていきました。なんか最近では珍しい動画ですね。なのでまあ、こういう動画もちょこちょこ撮っていけたらなと思いますので、今後ともワンナップゴルフをよろしくお願いいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。